ラッコの話で暇つぶし。ということで、このラジオは私、ラッコが皆さんの暇つぶしに寄り添うべくゆるっと話をするラジオです。ということでね、皆さん、おこんです。ラッコです。はい。ということでね、まあ、もう9月に入りましたね、やっと。僕、やっぱりその夏がね、結構苦手で暑さにやられちゃうんですよ。 でまあ結構ね、夏バテ気味とかにもなって、まあ、つらいつらい夏がねうーん、乗り越えてきて、やっとね、9月になりました。はいということでね、うーんまあ秋といったらね、結構秋の味覚とか言ってね、美味しいものとかもいっぱいありますよね。うーんなんですけど、あのやっぱり秋で一番厄介なのっていうと、あの台風ですよね。うん で今ねなんか日本のねあの結構下の方の海でねあの台風が発生していましてうんこれがまたやばいらしいんですよ。まあ、今回の台風が台風11号らしいんですけどなんかこ何て読むんだろうな先島諸島なのか先島諸島なのかわかんないんですけどまあそこに、まあ、土曜日から日曜日にこう接近するんじゃないかって言われてて。 まあ、それがね、一部の家が倒壊するほどの強烈な風が吹くという。もう、これ、やばくないっていう、一部の家が倒壊するんですよ。これは結構やばくないっていうね、感じで思ってて。まあ、その記事をね、読み進めると、なんか、火曜日ぐらいには。中国、四国、近畿に、まあ、接近する可能性がありますよっていう感じなんですよ。で、これも、まあ、まあ、まあ、こう進路が進んでいけばね。そうなっちゃうんだろうなとかね、思いながら見てたら。 なんかその台風がね南または東寄りに進んだ場合風速25メートル以上の暴風が東海や北陸など東日本にかかる恐れもあるということなんですよこれはすごいぞと、うん、なんか何年か前に台風直撃でヤバい台風が直撃するみたいな感じでまあ結構その騒ぎになった時あったじゃないですか。 それがねまた起きるんじゃないかってねこう言われてるわけですよ。これは結構ね注意が必要ですよね。 あの何年か前にあったやつもなんかガラスが飛び散るからなんかガムテープでね窓をこう割れづらいようにするとかねなんか食料を買い込むとか水買い込むとかねそういうことありましたよね。もうなんか地震並みの装備でねこうみんな備えてください停電とかしたらね大変なんでみたいなねそんな感じになってたんで今回はどうなるかわかんないんですけどねうんできればこう日本からどんどんそれていく感じになってくれればいいなとかね思ってます。はい それではね、ここでちょっとニュースを、ね、お伝えしましょうかそれではいきますラコゾウさんお願いしますはいニュースをお伝えします今度やるいいこと聞いたマックのポテトを持ち帰る時にしなしな顔を防ぐライクハックに注目が集まる投稿したのはチョムさん Twitter 歴12年で 知った中でベスト3に堂々ランクインするライフハックとしてマクドナルドのポテトをテイクアウトするときに袋を開けておくと鮮度がかなり保てるという裏技を紹介していましたこの方法だと家に帰るまで5分以上かかってもまだカリッとしてるそうです以上ニュースでしたはい楽蔵さんありがとうございましたということでね これは結構ね僕的にも得ですよ。うん。やっぱねポテトしなしな派カリカリ派みたいなのあるじゃないですか。僕は断然やっぱカリカリ派ですね。うん、なんかね太めあでもま,まあカリカリ派かな。うん、<laughs> あのねやっぱりポテトってカリッと食べるのが一番なんかこういいじゃないですか。楽しいし。 なんか食感がパリパリしてると楽しいししかも美味しいっていう感じで、まあ、僕はねカリカリ派なんですけどでもねやっぱしなしな派の言い分も分かるんですよねなんかしなっとしててポテト感があった方がいいみたいなねそういう感じも分かるんでね、まあ、何とも言えないんですけどでも今回の「ライフハック」としてはまあそのねマックのポテトをね持ち帰りして家に帰ってやっぱねカリッと派はねこうしなしなっとしてるとなんかねうーんっていう感じになるじゃないですか。 それを防ぐための裏技というね、うん、こんなのあったんだみたいな、ね、感じで思っちゃいましたけどねただ袋を開けておくだけでいいってねこれ結構お手軽にできてなんかすごい便利ないい裏技をね紹介してくれたなっていう感じなんですけどなんかねこれまあ袋を開けておくっていうことの弊害としては、まあ、10分以上開けとくとその外気で冷えてしまう。 っていう欠点があるそうなんですけどまあ5分ぐらいだったらちょうどいい感じにパリパリをカリカリをねこう保てるということなんでねめちゃめちゃいいなと思ったんでねもしポテトカリカリ派の方是非、えー、ねテイクアウトする際はあの試してみてはいかがでしょうかはい <laughs> 僕はちょっとやってみたいなって思いましたはいということでね、えー、ラコヒマシャープ33が始まりましたけどもあのー、今回ね あの僕、その最近、なんか背中がすごい凝ってるというか、なんていうんですかね、硬くなったというか、でこれの要因っていうのが、なんかね、僕、ちょっと前に言ってたかもしれないんですけど、結構ね、腰痛がひどくなってる時期がありまして、ちょっと前にね、で、その時にもう仕事中、ずっとね、その腰のサポーターをつけてたんですよ。 なんか腰周りにグッて巻いてグッて締め付けてまあ腰に負担がかからないようにするみたいなねそういうサポーターをつけて仕事やってたんですよねでそれはもう何ヶ月もやってたんですよ最近まででまあ最近ちょっと腰の方もねこう落ち着いてきたんでまあ外して仕事をしてみたんですよそしたらなんかね結構その今までは ギュッてしまってたんでなんか支えられてたような感じがあったんですけどしなくなってからなんかこう自分でこう何て言うかな <laughs> 背筋を伸ばさなきゃいけないっていうかねそんな感じでちょっとふにゃふにゃしてるなみたいな感覚あったんですよねなんかちょっとやっぱいつもと違うなみたいな感じがあったんですよ。でそれぐらいからかわかんないんですけど結構ねなんかこう寝ても体がだるいっていう日々が続いたんですよ。 なんか朝起きてもなんか体だるいなっていう感じなんかねすごい普通に皆さんが思っているだるいじゃなくてなんかね風邪ひいいいいたたたとか熱が出た時ぐらだだるっっていう感じだったんですよねでまあ別にね触自分のねおでことか触った感じに熱とかはなさそうで、まあ、それが何日も続いてるんで多分そういう風邪とかね熱ではないっていうのはもう確信してたんですよ。 なんであこれなんだろうなと思ってでそのね腰のサポーターやってた期間はなんかね最初の方はねちょっとストレッチしてたんですけど最近ちょっと面倒くさくてしてなかったんですよだからストレッチのストレッチをねこう寝る前にしないからなんかね体がこう硬くなってってだるいのかなと思ってまたねこうストレッチを再開するんですけどなんかね よくある床に寝っ転がって片足をなんか曲げた状態で右足だったら右足を曲げて左足に持っていくみたいなストレッチあるじゃないですかちょっと腰回りをねこう伸ばすみたいなストレッチあるじゃないですかあれをやったら前みたいにあのつかないんですよつ,かないついてるんですけど前ぐらい右足が左に行かないんですよねで左足も当然あの全然全行かなくて これ結構腰が凝り固まっっててるなっていうのを実感したんですよ。で、とりあえずその日からねあの毎日その寝る前にストレッチをね再開してしかもあの昔ね買っておいた100均で買えるなんかコロコロのローラーみたいなやつにボツボツがついてるやつがあるんですよ。 ちょっと固めのボツボツボツっていうのがついててでそれをなんか足とかでこうコロコロってするとなんか気持ちいいみたいなねそういうやつを昔買ってずっとねしまっておいたんですよだからそれを引っ張り出してきてあのうつ伏せにね寝転がった状態で自分でね腰をねずっとゴリ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 やってたんですよねでそれをねやった後はね結構軽くなるんですよね体が。 なんでああ多分この体のだるさは絶対に背中のコりだなっていうことはもう確信したんですよ。でそんなことをね毎日やっててまあちょっとはね良くなったんですけど、まあ、それでもねやっぱりその無理な手,の手をあの背中の方にグッて持ってきてコロコロやってるんですよ。 だからやっぱりそんなね力も入らないしずっとやってるとねなんか腕が痛くなってくるんですよ肩外れんじゃねえかぐらいうんそれぐらい痛くなってくるんであ,のあんまりできないし力も加えられないということでこれどうしようかなってずっと迷ってたんですよねでまあこれ以外に対処法って言ったらまあそのね背中を温めて血行を良くするとかまあマッサージ のお店に行ってちゃんとこれをほぐしてもらうとか、まあ、整体とか行くとかねそういうことも考えたんですけどやっぱりそのねマッサージ僕、うんまあ、そんなにいい思い出がないしあとねやっぱりそのねこれだけのためになんかねお金をねいっぱい払うのは何どうなのかなってね思ってちょっとケチったんですよね。で僕がね導き出した答えがそういえば昔ちょっとね遠くにあるんですけど。 あそこの商業施設にマッサージチェアあったなっていうことを思い出したんですよ。で、あのー、その時はなんかね、そこちょうどね、マッサージチェアが導入された時期で、なんか無重力空間でのマッサージみたいなのを売りにしたマッサージ機が置いてあったんですよ。なんか本当になんていうかな、まるまるの半分ぐらい。 の形遠くから見ると丸の半分ぐらいの形で中にこう自分が入ってあの始めるとなんかその何て言うかな座席ごとなんかこうだんだん上に向いてくっていうか自分が結構仰向け状態になった感じであのマッサージをしてくれるっていうそういうマッサージ機があったんですよねだからそれを久々にやりいけばこれ解決だと思って。 絶対マッサージ機ってあのいいやつ使えばあのコリほぐせるんでねうんそれだと思ってねあのー、まあこの前ちょっと仕事終わりに行ってきたんですよ <laughs> 失礼であのー、まあ普通にちょっとね本当に車で行ってもまあ2 3 0分かかるぐらいの距離にあったんですけどまあ行ってでまあ、駐車場を止めてねまあ、入り口入るじゃないですか。 であのマッサージあのマッサージと思いながらウキウキしてね歩いてたんですよであの1個エスカレーター上があってまあこう進んでいくとねなんかゲームセンターがあってでその近くにプリクラー取るコーナーがあってでそこのあのちょっと角曲がったところの壁沿いにマッサージチェアがあるんですよでそこを歩いていくと マッサージチェアが壁沿いにずらーって並んでてでちょっとね右側通路挟んでガチャガチャがずらーって並んでるんですよでその通路の先にはアイスの自販機とか普通の自販機が並んでるっていう場所だったんですよねでマッサージチェア見たらあれ無重力のやつじゃないなと思ってなんかちょっとしょぼくなったなと思ってうんなんかまあ普通のねマッサージチェアが壁にずらーっとに4つ並んでるんですよ でまあ、向きとしては、まあ、向こう側自分から見てマッサージチェアが後ろ向いてるみたいな感じで置かれててで、まあ、どこに座ろうかって思うじゃないですかで、まあ、一番手前だと何かなっていう歩いてる人たちにこう見えやすいかなとか思ってどうしようかなって歩いてって、まあ、奥から2番目手前から3番目のところにこう決めたんですよね。 でとりあえず靴脱いで座ってまあそこねちょっと高いんですけど200円入れると10分間できますよって感じだったんでまあ200円入れてねこうやり始めたんですよでマッサージが始まったんですけどやっぱりさっきも言ったようにマッサージチェア通路挟んでガチャガチャでこの通路もそんなに広くないんで結構人が通るとね真横をすれ違うみたいなそんな感じなんですよだから人来るなよって まあ言ってもね、その平日の、まあ、夜ですよ、夕方から夜にかけてぐらいですよ、まあ、この時間じゃそんなに人来ないだろう、まあ、土日だったらね、めちゃめちゃ人すごいと思うんですけど、平日だからなと思ってね、ちょっとね、まあ、警戒しつつも、まあ、余裕ぶっこいてね、マッサージ受けてたんですよ。で、まあ、とりあえずね、あの受けてて、 まあ携帯いじるにしても、後ろから歩いてきた人に、こいつ、なんかツイッター見てるとかね思われるのも嫌なんで、もう何もせず、一点を見つめてマッサージを受けてたんですよね。ああ、ここは効いてる、ここは効いてるって,って。で、まず最初にね、こう、なんていう、マッサージしてくれるころころみたいなのがね、首のとこきて、首やるんですよ。ああ、で、結構なんか痛気持ちいいぐらいの強さだなと思って。で、受けてたら、どんどん下下がっていって、今度こ、あっと肩、肩に行ったんですよ。 で肩もやっぱ結構ねゴリゴリくるんで痛かったんですけどまあまあこんなもんかちょっとこのコリをほぐすにはこれぐらいの痛みがちょうどいいみたいな感じでね思ってたんですよ。して その後に肩甲骨来たんですよね。で、肩甲骨来たら、なんかめちゃめちゃ痛くて。うん。<laughs> 肩甲骨の骨に、そのマッサージ機の硬い、なんか玉みたいなのがゴリ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 って来て、めっちゃ痛ーと思ってね。うん。その時ばかりはちょっと浮かしましたけど、うん。そんなこともあってね。まあでもこれをね、やっていけば多分、そのうちほぐれてきて気持ちよくなるんだろうなと思って、ちょっと我慢しつつね、こう受けてたんですよ。マッサージ機のマッサージを。で、受けてたら、あのね、 子供の声が聞こえたんですよで子どもの声が聞こえてやべえ誰か来たなと思ったんですよ。そしたら子どもがガチャガチャに食いついて「あパパこれやりたい」って言ってで「やるなやるな」とかね思いつつねうんちょっと子供には悪いんですけどちょっと恥ずかしいからやるなやるなと思ったんですけどあの結構僕の真横ぐらいのガチャガチャを指差してそこをねやってるんですよ。でちょっとね、あのー、夫婦のご両親の方も結構若めの人で。 ちょっとななんかチラチララ見られてるような気もしたんですよねうんちょっと気まずいなとか思いつつね一点集中でマッサージを受けている僕ですからねうんそれで <laughs>、あのーまあ、若夫婦とかね子供がねわちゃわちゃしながらガチャガチャやって、まあ、過ぎ去っていく時にもやっぱり違うお客さんとかが、まあ、通路の先にエスカレーターがあるんですよ。 エスカレーターの降り口の方のエスカレーターがあるんで、まあ、そこに歩いていく人がちらほらいるんですけど、まあ、ちょっとなんか視線を感じてうーんちょっと気まずいなとか思いつつ、まあ、マッサージを受けててでその親子もガチャガチャ終わってねこうエスカレーターの方に歩いてたんですよでまあしばらくねその後、まあと1分とか1分半ぐらいは誰も通らなかったんですよだからこのまんまあの10分をねこのまま乗り切れればいいなとかね思ってたんですよ で思ってマッサージを一点集中で受けてたらあのちょっとキャピキャピしたような声が聞こえたんですよねうんなんか大勢の女の子の声が聞こえましてまさかってこれはまさかと思ってねうん思ってたらあのガチャガチャの方をねこうワイワイしながら女子高生 JK の 5人組がわちゃわちゃしながらガチャガチャをねこう「うわーこれもあるあれもある」とか言って「イエーイ!」みたいな感じでこうはしゃいでるわけですよ。で結構ね僕の視界に入るところにずっといるんですよ。でなんかうわ気まずーと思って「絶対やばいやつと思ってるでしょ」って思って。うーん なんかあそこのマッサージチュアで男の人が一人で一点集中してぼーっとしながらマッサージ受けてる。えー、やばくない受けるマジパーねまんじゅーとか言ってねま、うんじゅーは古いか、うん、そんな感じでねこう言って。 ているというかね思ってるんじゃないかなとかね思いつつちょっと気まずいなと思ってで僕ねあの帽子マスクスタイルだったんでちょっとね帽子を深くかぶってかぶ <laughs> ってるんですけどあのねなんせマッサージ始まるとねマッサージチェアがちょっと後ろに傾くんですよだから若干その視線が上になるんですよね。 でその状態で帽子を深くかぶったとしてもなんか丸見えというか、うん、<laughs> 隠しきれない顔があるみたいなね、うん、そんな感じでちょっと気まずいなとか思ってたんですよねで、まあ、さっきの親子みたいに、まあ、パッとやってパッと、ね、帰ってくれればよかったんですけど JK がたまるたまる、うん、ガチャガチャの前にたまる もうねこれ可愛くないとか言ってうわほ本当だとか言ってねでガチャガチャって回してねうわこれ出たみたいなねそんな感じで盛り上がってるんですよねでなんかその何人かがチラチラこっちを見てくるような視線があったんですよまあ僕もね別に気まずいしあのねなんか JK をずっと見てるのもなんか変態チックでいい変じゃないですかだから僕はもうずっと壁を一点集中でずーっとねもう10分間ずーっと壁を見てるわけですよ なんですけど壁を見ててやっぱり人って間接視野ってあるじゃないですかちょっとぼやけてぼやけても何かこう動いてるみたいなねそういうのが見えるみたいなあるじゃないですかだからまあそれで何人かがなんかその数分に1回こっちの方にちらっと見てるような気がして、うん、なんかあからさまに振り返って見てる人もいるんですよ、うん、それは分かってたんですよ だから本当に気まずいなと思って早く帰れと思って、うん、もう言ってもね7時前ですよ7時前女子高生が商業施設でね、うん、もう遊ばんでいいからもう帰れと思って、うん、思ってたんですよねでマッサージ早く終わんねえからあと何分かなってもう時間も表示されないんで分かんないんですよねだから何分なんだよで測っておけばよかったなとか思いつつ受けてたんですよ まあ女子高生ガチャガチャのとこ行ったり、その通路の先にあるね、アイスの自販機のとこでね、うわ、アイスある、うわ、食べたい、うちも食べたい、みたいな感じで盛り上がって、で、アイス買ってね、食べながらね、ガチャガチャの方戻ってきたりとかしてね、うわ、気まずいなーとか思ってたんですよね。あいつ、パラクね、まだやってんだけど、マッサージ。やば、マジやば、ギャルピしとくみたいなね、そんな感じで思ってるんだろうなとか思ってね、うん、思ってて、で、まあちょっとね、数分したら、 なんかねマッサージがこうちょっとね力が弱まったんですよで弱まってだんだんそのマッサージの中にある球がどんどん首の方にこうグって上がってきたんですよねでうわこれもしかしてもう終わるのかと思ってあのワクワクしてたら案の定終わったんですよ終わったんですけどあのね球がこの止まる位置がちょうど首の上の辺り首と頭の境目あたりでグッと止まったんですよ だから、<laughs> なんかマッサージチュアにこう固められてる感じ、背中を、わかりますなんかお尻から首のところで、ぐってこう固められたような感じで止まるんですよね。でうわ みたいな <laughs> ちょっと一瞬挟まったみたいな感じになったんですけどまあそれでもちょっとね取り乱しつつもなんか平静をね保ってそのまますっと靴を履いてねあのゲーセンの方に消えてったんですよねうんで <laughs> そのねなんかうわーよかったーやっと終わったーと思ってねとりあえずゲーセンの方からぐるっと回ってそのエスカレーターの方行って下降りてたんですよねであのエスカレーター乗ってる時にねまあ結構ね 背中のね、あのコりが解消されたのかなんのかわかんないんですけど、体が軽くて、めちゃめちゃ軽かったんですよね。来た時めちゃめちゃだるいなーっていう感じで来たんですけど、マッサージ終わってからめちゃめちゃ軽くて、もうここ宇宙かみたいなね、重力半減したみたいな、それぐらい軽かったんですよ。軽かったんですけど、あのー、首に違和感がありまして。うんで あの首がなんかすごいこうもどかしいというかなんか疲れたというかねそんな感じになってるんですよねだから首はなんか変だけどその首から下はめちゃめちゃ軽いみたいな感じだったんですよでこれなんでかなーって思ってて思い返したらあの JK が来たぐらいからまあさっきね帽子をちょっと深めにかぶってみたいな話したじゃないですか。そその時にまあそのね 座席が倒れてるからちょっとねなんか上向き気味みたいなことを言ってたじゃないですかだからまあね首を全部任せちゃうともう完全にねこの首がグワッて上に向くんですよでそれはちょっと恥ずかしいなと思ってあいつなんかリラックスしながらマッサージしてんだけどマジやばーパネってねいや思われちゃいそうで嫌だったんでずっと座席倒,倒れてる時もあの首だけはちょっと下気味でキープしてたんですよ でそれの,あの首の体勢が結構辛くて、うん、ほぼ筋トレ状態だからちょっとなんか皆さんもやってみてほしいんですけど椅子に座ってこう結構もたれかかった状態で首だけちょっと下にしてみてください結構辛いんですよ、うん、なんか重力の関係もあるしまあそのずっと下向いてるだけでもきついじゃないですかだからそんな感じのを多分何分間かはやってたんですよずっとだから首だけが。 疲れてるんですよ <laughs> 言っちゃえば首の筋トレですよね。それをずっとやりながらあの首から下はマッサージ受けてたんでまあそれはそうなるよなっていう首だけ辛くてあの背中はねめちゃめちゃ軽いってそうなるわなっていう感じでねうーん何なったんだろうなっていう,うんだからねその腰だけ腰とか背中だけ軽くなってもなんか首と何 <coughs> て言うその足。 もうね、こう全然マッサージできてなかったんでうわーと思いながらこうまあ出口に向かったんですよね。で <laughs> 出口に行くとなんか出口っていうか入り口入ってすぐの,あの横にね普通のマッサージ屋さんがあったんですよ。でうわここ行けば首とか腕とか足とかもやってくれたんだろうなって思いながらもそれを横目にこう歩いてたんですよね出口に向かって。 そしたらね結構その受付のところで結構その多分100キロオーバーぐらいの巨漢の男がこう受付してるのを見てあ,ああいう人ってやっぱ行くんだなと思ってやっぱその体重がある分足とかに負担かかるじゃないですか。 だからなんかこうねそういうケアをしてる人なんだなとかね思いつつ見ながらそれを横目にちょっと羨ましいなという気持ちもありながらそれを横目に出口に向かって帰ったっていうねうん話だったんですけどうんやっぱりねまあどうなんですか <laughs> これがケチの代償っていうんですか うん普通にマッサージ受けてれば多分首痛くなることもないしみたいなねこともあったとは思うんですけどうーんでもやっぱり僕はねなんていう気まずさやっぱりそのマッサージ行くって人とね接しなきゃいけないじゃないですかちょっとそれはめんどくさいなっていうのもあるんでマッサージチェアを選んだわけなんですけどまあでもねマッサージチェアまあいろいろありましたけどマッサージチェアって結構優秀ですよねうーん。 だって10分間受けただけでめちゃめちゃ軽くなりましたからね、うん、これは本当にしかも無人もう物ですから物に座れば勝手に物に座ってお金を払えば、あのー、体が軽くなるんでね、うん、ちょっと家にも欲しいなとかね思っちゃいましたはいということで一旦休憩ですはいメール届いてますラジオネームオッケーライス おいらっ子マッサージチェア目当てで商業施設に行くやつなんて変人だぞてか話に JK よく出てくるよなおってことでおってなんだよ <laughs> おってなんだよ <coughs> ていうかまずマッサージチェア目当てで商業施設に行くやつなんて変人だぞということなんですけど、うん、よく考えてみたら確かになって思いますよね <laughs> だって普通に人と話してて いやこの間さ商業施設にさマッサージチェア目当てで行ったんだよねっていう人聞かなくないですか僕ちょっと聞いたことないんですけど僕はね結構たまにやるんですよねうーんなんかこうマッサージチェアだって普通にマッサージを受けたいなって思った時にまあ普通のマッサージ店に行くのって結構ハードル高いじゃないですかあんまり行かないしだとってなるとマッサージチェアの方が気楽じゃないですか でマッサージチェアどこにあるって言ったら商業,商業施設じゃねってなるんですよ。まあその温泉とかねサウナにあるんですかちょっとサウナあんま行ったことないんでわかんないんですけど、まあ、そういうところに行けばあるんだろうけどでもそれを受けるにはまず温泉に入んなきゃいけないとかサウナに入らなきゃいけないみたいなことあるじゃないですか。っていうと面倒くさいがまたハードル上がるじゃないですか。 ととななるとやっぱ商業施設なんですよね、うん、だからマッサージチェア専門店みたいなのがあればいいんですけどあの僕の知る限り近くにはないんで、うん、結局商業施設に行けばマッサージチェアがあるっていう脳で今回行ったんですよね、うん、だから <laughs> まあそこはね変人扱いしないでほしいなっていう消去法であの商業施設に行ったっていう感じなんで、うん、そしてね次のねうん あの話によく「JK よく出てくるよな」とかね「おお」とか言われてるんですけどそんな出てきてない気がするんですよ一回ね僕が覚えてる中ではあのマックのドライブスルー止まってたら JK の自転車にカラスが止まってあさっててそれを JK が戻ってきて発見して追い払うっていう話をしたんですよねうんだからそんな出てきてないまだ2回目ですからね2回目ですよはい うん別にね僕が JK がじゃああそこいっつも JK が溜まってるからちょっとあそこのマッサージ行こうっていう感じで行ったならまあそういう変な目で見られてもおかしくないんですけど。 僕は普通にマッサージをしにマッサージ受けてたらたまたま JK が JK の群れが来たっていう話ですからねうんそこはね勘違いしないでほしいです僕が先にいてそこに来たっていう感じですからねどっちかっていうと JK 側が求めてるかもしれないですからねそ <laughs> らないってうんちょっと残念だなとか <laughs> 思っちゃいますけど、うん、まあでも僕は純粋にねその 体のだるさの原因を求めた結果にマッサージチェアっていうのがあったんでねそこは勘違いしないでほしいなって思いますはい続いてラジオネーム濃茶のお茶ラッコさんおはこんですあおこんですえー、入り口のマッサージ屋さんに入っていればよかったのにねまあ安いには安いなりの理由があるということで。 なんかなー <laughs> なんかなー上から目線というかなんか達観したいような感じで言われてますけどね。うん。まあそれはそうですよ。マッサージ屋さんに入ってればね、あの巨漢の男の人みたいにね、マッサージ屋さんに素直に入ってればまあ高いですけどね。うん、めちゃめちゃいいね、こう、何て言う技術というかう、そういうのをね、受けれるとは思うんですよ。なんですけど、やっぱり僕は、 そのまあ人見知りとかもありますしまあなんかこうね人と接するのが疲れてる時でめんどくさいじゃないですかだからマッサージ屋さんというよりかは気軽にマッサージチアに座ってた方がいいなと思ってマッサージチアに行ったんですよねうんただねあんなにちょっと恥ずかしいなって思うとは思わなかったうん多分マッサージ屋さんに入ってれば個室でこうなんかねうつ伏せになってやってくれるんで別に恥ずかしいとかはないんですけどうんただ高い だから高くて高いけどまあいいねサービスを受けられるかそれともちょっとね恥ずかしいというか公衆の面前だけどまあ気軽に行けるかどっちを取るかっていうね感じですよねうーんでもなんかねマッサージ屋さんにそんなにいい,ねあのなんていう記憶がないってねさっき言ったんですけどそれちょっと話すとなんか昔なんか多分イベントがあって東京行ったんですよコロナ前なんですけど東京に行って で、なんかマッサージ受けようっていう感じになったんですよね。あの、アスボの時の友達ですよ。あの友達がね、マッサージ受けようみたいな感じになって、マッサージ店に入ったんですよ。で、入ったら、なんかね、外国人の方、多分中国とかそこら辺の人がね、こう、やってるようなところに入ったんですよ。 で、まあ、最初になんか変なねお茶なんちゃらティーみたいななんか聞いたこともないティー出されながらまあ施術の説明をね受けて正面にサインしたんですよねうんでまあそこまではちゃんとしてるなと思ったんですよねでおのおのがねこうカーテンで仕切られたところに入ってじゃあマッサージ始めますみたいな感じでねなんか女の片言の女の人がねこうマッサージ始めたんですよで始めたはいいんですけどなんかめちゃめちゃ力強くてなんかもうね 押しつぶされるぐらい <laughs> だから腰のところをなんかもう目いっぱい体重乗っけてグーってグーってこう視圧するんでなんか僕そのベッドの板とその人の,あの手に押しつぶされるような感じでめちゃめちゃ苦しくてうーって言いながら <laughs> 受けてたんですよねでうわきついなーって言ってで隣であの友達がねなんかちょっと痛いんで軽くしてくださいとか言ってたんですけど <laughs>。 そのあとに聞こえてきた言葉が変わってないんですけどみたいなねだから多分弱くしてっていうのは多分通じない <laughs> なん言ってたとしてもなんかお客さん言ってるねみたいなね感じになってだから僕はね言わないでおこうと思ってねそのままね耐えてたんですよね苦しいなとか思いながらそしたら途中でなんか奥の方で なんかその日本語じゃない言葉を発してなんか僕を施術してくれてる人に話しかけたんですよね。みたいな感じで言ってでこっちのね僕の方のマッサージの人も「ハメネガンメンメンバンヤンメって言いながら出てっちゃったんですよえ。えっと思ってこっちに何も言わずに出てっちゃうみたいな「え今マッサージ中ですよね」みたいな。 この分も料金に入ってるんですかみたいなでそっからね5分ぐらい戻ってこなくてうんで戻ってきて「あすいませんね」みたいな感じで始まったんですけどなんだここはと思って <laughs> そんなね記憶があるんでちょっとマッサージ店っていうのはねちょっとうーんあんまりいい記憶がないなっていうことでねうんちょっと足がねこう。 うままく進なない感じなんですけど、まあ、普通に日本のね人がやってるちゃんとしたそういう商業施設にあるマッサージ店はねちゃんとしてると思うんですよ。ちゃんと日本人がやっててちゃんとね <laughs> したサービスをしてくれると思うんですけど、うん、僕がね初めて入ったマッサージ店がそんな感じだったんで、まあ、ちょっといい記憶がないなっていう感じで今回はマッサージやって。 を選ばてていいいたたただきまししっていう感じでしたねはい、<laughs> なんで皆さんもねちょっとマッサージ店入るときはちゃんと口コミとかを見てから入るようにしてくださいはいでは続いて、えー、ラジオネーム「ブレイキングタウン」「ラッコさんおはこんです」「あおコンです」オコンですえー「マッサージ中も首のトレーニングとはとても感心しました」「是非ブレイキングダウンに出てみませんか?」ということであのー、トレーニングしてたわけじゃないんですよね。 うん、あのちょっとね顔をね隠したいというかね、うん、帽子でこう視界を遮りたかったから首をずっと上げていたということなんですよ、うん、だから別にマッサージ中も首のトレーニングしてたというわけではないんで、うん、しかも「ブレイキングダウン」ってあの朝倉くるさんがやってるあれですよね1分間のあれに出たらね多分ボコボコですよ、うん、絶対にだってあれ大体格闘技経験がある人がやってるじゃないですか うん、でも僕格闘技経験はないんですよ。筋トレはね結構もう小学生ぐらいの時からしてたんで。 まあそのねガリガリで細々で筋力ないっていう感じではないんですよ。どっちかっていうと筋肉質な方なんですけどただ格闘技経験があるないじゃ全然違いますからねうんあるとないじゃ天地の差だと思いますからね <laughs> ちょっとねあんなのに出たらちょっと逃げるというか防御でいっぱいになっちゃうんじゃないかなと思うんでね。 うんまあそれかも捨て身覚悟で攻撃しまくるっていう手もあるんですけどねうーんどっちにせよ首のトレーニングだけしててもねうん勝てるものも勝てないですからねうん防御に全振りってことかな顔面食らっても首の筋肉がちゃんとしてればなんか首をやっちゃわずに済むみたいなねそんな感じなんですかねうーんまあどちらにせよねちょっと勘弁してくださいということでした <laughs> はい <laughs> まあでもね まあ、ブレイキングダウンこう見ててね面白いし、まあ、あれ流行ってる理由もねなんとなく分かるんでねうんぜひまあ格闘技経験のあるリスナーの方はえブレイキングダウンに応募してみてはいかがでしょうかということで一旦休憩ですはい続いてはこちらのコーナーララコアグランプリイプイ <laughs> はいということでこのコーナーではあるお題に対してメールを募集しその中から一つグランプリを決めるというものですそして今回のお題は「夏休み明けあるあるグランプリです夏休み明けあるあるるだな」というお題に対してのメールを募集したのでその中から厳選して5通を紹介していきたいと思います。はいということでねまあ9月にも入ってね もう多分8月の終わりぐらいから学校始まってたんですかね。うーんなんかね夏休み期間はあれだったんですけど夏休み明けたんじゃないかなっていうぐらいから朝ね車でこう仕事に行く時にねあの道で小学生がいっぱい歩いててねあ学校始まったんだなって思いながらねこうね ほぼのほぼの,ぼのぼのしく<笑>微笑ましくね見てましたねはいそんな感じなんですけどやっぱ学校に通っている皆さんまあ昔ねみんな今の大人みんなほとんどみんなはねあの学校に通ってたわけですからね夏休み明けあるあるなんて言ったらね結構思い出よみがえっちゃったりとかするんじゃないですかということでね今回ねこのメールをちょっと紹介していきたいなって思いますはいそれではいきましょうラジオネームるかなる窓 夏休み最終日の夜に慌てて持ち物を確認し次の日の学校に行くと先生がはいいじゃあ雑巾集めますすと言出出し焦り出す <laughs> うわーちょっとこれはあるあるですね。うんなんか <laughs> やっぱそのね夏休み入る前に宿題これがありますよとか学校始まった時の持ち物はこれですよみたいなプリントを配られるじゃないですか。 でそれはまあちゃんと確認しないじゃないですかで夜にねこう慌ててやってるとやっぱりその見逃しっていうのがあるんですよねでその見逃しのねランキング1位がね結構1位というか上位に入るのが雑巾だと思いますなんで雑巾みたいな感じで思いますよねちょっと学校で用意してくれよとかね思うんですけどなぜか雑巾2枚はあの自分家から持ってくみたいなねそんなことありますよね で、それをなんか、夏休み最終日にね、親とかに言うとね、なんで早く言わないのもう夜だからスーパー閉まってるよみたいなね、そんな感じになっちゃいますからね。うーん、ちょっと <laughs>、それでなんか、その、いらない T シャツ塗ってね、雑巾代わりにしてね、持ってくみたいなこともありますけどね。うーん、これはちょっとあるあるですよ、本当に。笑っちゃうぐらいあるあるでしたね。うーん <laughs>、だからね、もう始まっちゃってるんで、学校が。だから、まあ、来年。 来年の夏休みに入った時にもうすぐね雑巾だけは用意してほしいなって思います。あとはねなんか妹弟とかいる人はねあの学校入学したらね夏休みの、ね、中盤ぐらいでいいですけどねあの雑巾プリントに書いてあるからな忘れんなよってねちゃんとね言ってあげたらいいと思いますよ。うんそういうちょっとねあの兄姉としてのね <laughs> 威厳をそこでね保ってください。 うん、雑巾忘れたら結構親にも怒られるし先生にも怒られるからなこれしっかりしとけば絶対お前は大丈夫だっつってね、うん、兄の威厳姉の威厳をねうん誇示 <laughs> してください雑巾ではい <laughs> では続いてララジオネームお人様ンチ希望久しぶりの学校で教室に入る時緊張しているが クラスのムードメーカーのよう、Yo! 久しぶりという元気な挨拶に救われる。うわー、これもありますよね。なんか、その、まあ、ムードメーカーの場合もありますよね。ムードメーカーと仲いい場合は、おー、田中、久しぶり。元気だった。おー、田中、佐藤、久しぶりだったなーみたいなね。そんな感じのトークで和むみたいなのあるんですけど、まあ、そうじゃなくても、なんか自分の仲いいやつが、こう、先にいてね。 でちょっとねドキドキしながらねうわ久々のもう1ヶ月以上ぶりの教室緊張するっつってガラガラってあげてねちょっとみんなの視線が気になるじゃないですかその時に仲いいやつがこうニコニコ手振ってたりするとねめちゃめちゃおーおー俺のホームだーみたいなねそんな感じになりますよねうーんちょっとぼっちの方は、うん、きついかなっていううーんなんかもうガラガラってあげてね みみんなななの視線あるけけど誰も声かけてくれないみたいたね、うん、ちょっとそれは悲しいんですけどまあそういう人はねあの多分みんなも別に毛嫌いしてるわけじゃないと思うんであの大きい声でね「おはよう」ってちょっと言えばみんな誰かしらをね返してくれると思うんでねちょっと勇気を出してね「おはよう」って言ってみてくださいねはい <laughs> では続いて「ラジオネームスワマ夏休み明け早々にテストは勘弁してほしい!」。 <laughs> これはあるあるですねなんか夏休み明けるとテストっていう記憶があるんですよね結構。 なんかね夏休み明け一発目のテストみたいな感じでねうんお前ら夏休み遊び放棄でてなかっただろうなっていう先生の圧を感じるようなうんそんなスケジューリングでテストが入ってますよね。これはちょっと学生からしたらもう鬼畜の所業ですよね。のの極み鬼畜の所業み業たいなね感じですよねうん <laughs> <laughs> ちょっとねそこは先生1ヶ月ぐらいはちょっとね甘やかしてくださいよみたいな10月でもよくないみたいな思うんですけどね9月のね早々にあるっていうことなんでね皆さんその来年の夏休みはねちゃんとほどほどに勉強もねしてほしいなと思います、うん、そこの学力テストが悪いとね結構親にも怒られたりするんでね、うん、皆さん、うん、もうねしょうがない始まっちゃってますから詰め込んでください一夜漬けで詰め込んでください 僕から言えることはそれだけですはい、では続いてラジオネーム「夜のランチ」夏休みも部活で毎日学校に来てたぜと夏休みをまるまる満喫していたぜではまるで顔つきが違ううわーこれはあるあるですねやっぱり部活運動部とか特にですよね毎日来てる毎日来てるから うん、なんかもう夏休みみって何え美味しいのみたいいのたなな、ね、感じになると思います一方でもう部活とか何も入ってない税はもう夏休み家,い、ね、家にいてねもう扇風機とかクーラーの前でねなんかアイス食べながらゲームやってテレビ見て漫画読んでみたいなね感じのことがあったり、まあ、アウトドア派の方はね友達とね遊び行ってプールだ祭りだデパートだなんだってねこう遊び放題。 じゃないですかでそ,そのね両極端の過ごし方をしてきてまあ始業式でね学校に集まった時にねなんかやっぱ部活勢はねめちゃめちゃ顔が凛々しくなってて、ね、で夏休みまる満喫税はね顔が緩みきってるってねありますよねもう顔見りゃ分かるぜみたいなね、うん、まさにそうですよね、うん、先生とかね多分長年やってると分かりそうですよね。 あれこいつはなんかちょっと夏休みで成長したなとかねこいつは多分たるみ切った生活してたんだろうなっていうねうん,なんか <laughs> そう考えると先生も何か面白そうだなってそういうの生徒の姿を見るのもなんか楽しそうだなとか思うんですけど。 まあ僕はね結構その部活で毎日学校行ってた勢だったんでうん,なんか顔つきはや,やっぱりり々しくなってたのかなとかね今思うたね思うんですけどでもやっぱりその部活やってた勢からするとまるまる満喫勢めちゃめちゃ羨ましいですからねうん1回でいいからちょっと満喫してみたかったなっていううん小学でも小学校の時はもうスポーツやってたんで まあうんもう丸々っていうるまる、ね、自由時間で友達と遊びほうけてたってことはなかったんですけどでもやっぱ中学の時とかは結構部活終わった後みんな誰かんち集まってワイワイやってたってイメージあったんでそう考えるとやっぱ中学校がなんか一番友達とわちゃわちゃしてたなっていうイメージはありますけどねうんまあでも高校は高校でまあ部活さえなければ楽しかったな <laughs>。 かかなとかねね思います、ねうん、これ以上言うとねちょっと僕の闇がね明らかになってくんでねちょっとここで止めておきたいと思いますはいではラスト、えー、ラジオネーム英才教育の末路宿題提出の時にズルしたことが先生にバレないか内心ヒヤヒヤしてるあこれはねあるんじゃないですかうーんなんかやっぱ僕は なんていうかな僕その多分文系なんですよどっちかっていうと。で社会理科国語はめちゃ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 っていうかまあ結構ねあのいいんですよ点数とかは。なんですけど英語と数学がもう絶望的でうん英語と数学っていう教科がなくてあの5教科じゃなくて3教科だったら多分成績いい組に入ってれるぐらい。 だったんですけど英語,とあの英語と数学がめちゃめちゃ足引っ張って結構なんかもうね成績悪いみたいな感じだったんですよ。んなんですけどあのやっぱ宿題とか出ると社会とか理科は結構好きだったんでまあ意欲的にねこう覚えたりとかまあ得意だったんですよ。で国語は勉強しなくてもまあ普通にね 半分以上は絶対取れるみたいなね勉強しなくて半分以上取れますからね、うん、それぐらいだったんですよ。なので別にそこら辺の宿題が出た時はまあチシャってやっちゃうんですけど数学と英語の,あの勉強というかドリルみたいなやつだけは本当に全然分かんなくてもうほぼ分かんないみたいな感じでなんかどんだけちゃんといろんなね数式をメモりながらこう計算しても絶対合ってないんですよ。 ななんで合わないのここまでここまで途中式めっちゃやってんですけどみたいなね、うん、で答え見るとさなんかその答えだけしか載ってない場合あるじゃないですかこれどうやってここまで導き出したのかなとかね思いながらっていうのをやってると時間かかるじゃないですかだから正直あの数学と英語は本当に適当に数字書いてあとで赤でこうね直して熱心に答え合わせしましたよみたいな感じで赤でこう答え見ながらね答え 書き直してみたいな感じでやってましたうん、ちょっとそこのズルはあったんですけど基本的にはちゃんとやってましたよ読書感想文とか自由研究もちゃんとやってましたでもなんかねやっぱ世界は広いんですよねうん聞くとこによるとね結構その読書感想文苦手な方とかはなんか <laughs> ネットで検索して丸写しで提出する人とかもいるらしいですよねこれはすごいなって思いましたようん あとやっぱりその全部ドリルとかのね答えを見て適度に間違いながら書いていくみたいなねそういう人もいましたねうんだからまあね10人問いろだと思うんですけどちょっと丸写しは良くないんじゃないかなって思いますねうん人の作品をパクってそれが大人になったら盗作っていう感じで捕まっちゃうんでねうんちょっとちっちゃい頃から盗作をするのはねちょっと良くないなと思うんでねうーん まあでも僕もねその読書感想文とかは結構ねスラスララ書けるタイプなんですよそれがいい文章かどうかは置いといてな,なんか例えばじゃあ原稿用紙じゃあ5枚書けって言われたらスラスラ書けるんですよ。スラスラその自分の頭の中に1個ねテーマが思い浮かぶと筆が進むんですよ。で それがあたまに止まることもあるんですけどだいたいスラスラ出てきてなんか頭の情報量と手が追いつかなくてどんどん字が雑になってくっていう欠点はあるんですけどススラスラ書けるタイプなんですよねなんですけど多分スラスラ書けないタイプからしたら筆が止まって止まってしょうがなくて書けねえうわ時間かかるこれ夏休み無駄にするっていう感じで結果的に頭のちょっとずる賢い人はあネットで検索して なんか昔ね入賞したやつとか丸パクリすらいいんじゃねなんならちょっとちょっとだけね変えて主人公の名前とか変えてねあの提出すれば先生もわかんねえだろうみたいな感じでねやる人いると思います。うん だけどさっきも言ったようにやっぱり大人になると盗作っていう形になっちゃうんでねうんできればそのスラスラ書ける術みたいなのねなんか多分本屋行けば売ってるんじゃないですか <laughs> そういう本をまず読むとこから始めてみてはいかがでしょうかうんでそうすることによってね本をスラスラ感想をスラスラ書く技術もつくし本を読むっていう技術もつくと思うんでねぜひやってみてくださいはいということでねえ以上5作品が揃いました それでは結果発表に参りたいと思いますそれでは行きましょう今回のラッコワングランプリはラジオネーム夜のランチ夏休みも部活で毎日学校に来てたぜと夏休みをまるまる満喫していたぜではまるで顔つきが違うんでしたおめでとうございますはい。 やっぱこれはあるあるるでしたねうーんなんか <laughs> ね何ていうアニメとかでめちゃめちゃ修行してきて相手と戦うシーンで「こいつさっきまでと顔つきがまるで違う」みたいなねそういうセリフ本当に吐きたくなるぐらいあの顔つき違いますよねうんだからやっぱり人間ってそのね生活習慣とかって 結構顔に出るのかなって性格とかもそうですけど顔に出るのかなって思うんですよねうんだからストイックにこう筋トレとかね運動とか頑張ってる人ってなんか年取っても若々しいしなんかこう顔がシャキッとしてるじゃないですかでも逆にもうずーっとぐーたらして何年も生活し,してきた人ってなんかちょっとこう。 ぶよぶよというかね、うん、ちょっとお太りになられたりとか、まあ、ちょっと顔の筋肉が緩みまくっててね、うん、なんかこうちょっとなんかだらしなさそうだなっていう感じするじゃないですかだからやっぱそういうのって、まあ普段の行動とかね生活とか性格に出るのかなとかね思うんでねまあ皆さんも あのもしねそのまるで顔つきが違うってい,ういい方に思われたい人はねあの生活習慣とか生活態度とかね、まあ、ストイックにちょっとねあの生活してみるっていうことを心がけてみたらいかがでしょうかというね僕からの提案でしたはいということでスプーンでお聴きの方は容量制限の関係でここまでとなりますなのでまだ聞きたいよって方はプロフィールに YouTube のリンクが貼ってあるのでそちらから続きを聞いてもらえればと思います そしてその代わりといってはなんですが放送終了後にスプーン限定でアフタートーク配信を行っているので詳しくはラコヒマ Twitter をチェックしてみてくださいそしてラコヒマ聞いての感想を「ハッシュタグラコヒマでつぶやいていただければなと思います」ということで YouTube の方は引き続きラコヒマをお楽しみくださいラコの話で暇つぶしはい続いてはゲストコーナー今回は ラコヒマで数々の暴走を繰り広げてきた安倍博さんにお越しいただきましたそれではどうぞどうも皆さん安倍博ですはい安倍さんお願いしますあの安倍さん結構久々ですよねまあまあまあそうですねまあ僕もね最近ちょっと表だった仕事がないんであそうなんですか やっぱりでも安倍さんまあね結構そのテレビで活躍されてるんでまあねこう適当に休憩も取りつつねこういい作品を作ってもらいたいなとかね思うんですけどあの「結婚できない話3」ってどれぐらいで完成するんですかねまあまだ未定ですけどまあもしできるんであればまあ僕がまだねこうクワノとしてやりたいなって思ってますはいそうですね。 なんかセミが鳴き始めましたね。うるせえな。セミ食ってやるべ。いやっ食べちゃうんですよ。阿 <laughs> 部さん。うん、うめえな。これいやうまいって食べてるんですか？セミを <laughs> これ結構いけますよ。楽さんもどうぞ。いやいや。僕はあのセミとか食べる趣味ないんでちょっとね。阿部さんも今ちょっとラジオ中なんでね。あのセミを食べるのはやめてください。いえいえ 淡な味がして結構食感もいい,ぞいやいやそのね <laughs> 淡白っていう感じのねイメージはありますけどちょっとは、うん、その何見た目見た目というかビジュアルちょっと嫌なんですよねいやいや可愛い,いじゃないですかラッコさんもね癖になりますからねこれ実はお酒にも合うんですよ。 まあうんなんかね通な人はそんなこと言いそうですよ日本酒に合うとかねうんなんかそういうこと言いそうですけどちょっとなーっていうガリーバでガリーバイに合うでラックさんもどうぞいやいや阿部さんもう日本酒飲んじゃってんじゃんちょっと <laughs> 俺が酔うとなお前らびっくりするぞ酔ってんじゃんもう酔ってる <laughs> それはもう酔ってるぞ 安倍さんもうやめたほうがいいと思いますよおいどれよどももっと持ってこい俺が酒を飲むんだお前ら帰れば持ってこいいやちょっともう安倍さんがねベロベロに酔っちゃってるんであの今日は安倍さんにねちょっと帰ってもらうしかないということなんですけど俺はまだいける俺は安倍ひろしだ、はあ、俺は安倍ひろ楽は ラジオやろラジオいやだからやってるんですって今今ラジオやってるんですよ阿部さんここはあの温泉じゃないですからねお前テルマエル前見たかテルマエルまで俺の代表職だなあ酒持ってこい奴隷いやだからあのテルマエル前のねあの奴隷じゃないんですからねうん僕も奴隷じゃないですし、まあ、スタッフの方もね奴隷じゃないんでねちょっとやめていただきたいなと思うんですけどもういい寝る 寝ちゃった寝ちゃったんでまあ今日の阿部さんのねゲストトークはここまでといたしますはいちょっとやっぱりね、あのー、出てくる時にもね、あのー、ご紹介としてね言わしてもらったんですけどラコ暇で数々のね暴走を繰り広げてくるんです阿部さんはうんでねまあ久々の出演ということで まあ一番最後に出たのが多分 DCU っていうドラマをやってた時にまあそのね撮影の合間を縫ってやってきてくれたんですけどまあそれからね結構時が経ってまあ安倍さんが久々に登場してくれるということでね僕もちょっと楽しみにしてたんですけどまさかの展開うーんなんかセミを食べ出して。 そっからなんか酒に合うんだよとか言ってね日本酒飲み出してねあげ句の果て酔いつぶれて寝ちゃうっていう感じだったんですけどねうん <laughs> ここに出てくる阿部寛さんは結構ね無茶ぶり無茶ぶりというかなんか暴走しがちな阿部寛さんなんですけどねまあ本物の阿部寛さんは結構ちゃんとしてる方だと思うんでね是非また阿部さんのねこのサブスクとかでね結婚できない男だったりとかねテルマエルマえだったりとかねなんかいろいろ作品出てると思うんでねうんそれは見 見返して面白いなっていう感じで有意義な時間を過ごしてもらえたらいいなとかね思いましたはいということで一旦休憩ですはい続いては月替わりコーナーラッコンギクラスということで9月は六本木クラスの香川さん演じる長屋会長が竹内涼真さん演じる宮部新たにた々土下座を要求することにちなんで「 あなたのドグザーエピソードを送っっててもらっています、はい、ということでねまあその六本木クラスねちょこちょここのラジオでもね話題になってますけども、まあ、竹内涼真さんが主演で、ね、やっている六本木クラスまあそのイテオンクラスのリメイク版という感じなんですけど、まあ、結構絶賛ね僕も木曜日楽しみにしてるんですけど 結構ね1話目からねその香川さんが <laughs> あの主人公宮部新にその土下座をして謝りなさいみたいな感じで土下座を要求するシーンがねあったんですよ。で度々び本当に最近もねまた土下座をして謝れみたいなシーンがあったんですけど。 もう香川さんって言ったら土下座みたいなねそういうイメージ定着しつつありますよねうん多分半沢直樹の大和田常務からだと思うんですけどうんそれでそれがちょっとね入ってくるというそのパロディネタが入ってくるっていうねそれも面白いなと思ってねこう見てるんですけど。 うんそれにちなんでね結構その六本木クラスといったら、まあ、土下座っていうのもね頭に浮かぶ方も多いと思うんで、まあ、それにちなんでねこの土下座エピソードをね紹介してというかね送ってもらっているという感じなんで早速ね3通をね紹介していきたいと思いますそれではいきましょうラジオネーム芋虫の化身道を歩いていると「セミマジうるせえ」とセミを誹謗中傷している人がいたのでみっちり詰めてやった。 土下座をして謝りなさい。うわあ、これはどうなんですか。セミねやっぱうるさいですよ。僕も思いますよね。うん夏になるとセミがめちゃめちゃうるさいなと思ってね。まあその人はね道を歩いててね、セミマジうるさいってつぶやいたと思うんですよねボソッと。それをあの聞いてしまったこの芋虫の決心さんは。 うわあいつセミのことを誹謗中傷してるって言ってめちゃめちゃ詰め寄ったっていうねうん <laughs> セミに対して誹謗中傷っていう言葉は成立するのかっていう問題ですよねだって誹謗中傷ってまあ人が人に、まあ、言葉とかね文字とかでまあそのね嫌な言葉だったりねあんまり良くない言葉を浴びせるっていうことが誹謗中傷なわけですよなんですけど言葉の通じない虫のセミにあのに そのね人間がねうるせえとかね言ってもねこれは誹謗中傷に当たるのかだって向こうは別に言われても何も傷つかないじゃないですかあなんか言ってろみたいななんか変な生物が言ってるぜみたいなね感じで思うと思うんですよね向こうもだからこれは誹謗中傷に当たるのか っっていうちょっとグレーゾーンなところで詰めまくって土下座させたっていうねこれは結構その怒りですよね結構ねいレーですようんだからちょっとやめておいた方がいいのかなとかね思っちゃいましたねはいでは続いてラジオネームネギのお告げ築50年の家のドアの立て付けが悪かったので担当建築士を呼び出し問いただした 土下座をして謝りなさいうわちょっとこれはやばいねこれはやばいあの築、ー、50年も住んでるわけじゃないですか築50年経ってなんかドアの立て付け悪くねって言ってあこの家の建築した人誰だろうって調べてでちょっと来てくださいみたいな感じで呼び出してね このドアの立て付け悪いんですけどみたいな感じでね言われてもうんそれで土下座させられても建築士困っちゃいますよ。 うん、だって50年経ってたらそれは劣化はあるよねって話なんで <laughs> それに対して50年越しに土下座させられてもねちょっとそれはね、うん、もうなんか理不尽ですねって言いたくなりますね、うん、前回ラコレンジャーシングスで理不尽な、ね、やつを送ってもらってて理不尽ですねとか言ってたんですねそれがちょっと引きずってますよまだ、うん、9月始まってコーナーもね切り替わったんでねちょっと引きずりつつもって感じなんですけどねこれはねもう100 あのやめた方がいいと思います。100ドキを要求するのはやめておいた方がいいと思いますよ。うん。あの、物にはね、劣化というもの、まあ人間もそうですけどね、何でもそうですけど、劣化するんですよ。劣化するってことを覚えておいてください。だからもうあなたが今日このラジオで、あのー、学んだことはね、劣化があるという、劣化という言葉があるっていうことをね、<laughs> 学んで帰ってほしいなと思います。はい。ではラスト。ラジオネーム、白菜は臭い。 炭酸水を自販機で買い走りながら開けたら吹き出してベトベトになったので販売会社にクレームを入れた土下座をして謝りなさいうわーこれ分かんないのかなうーんまあね皆さんこれを聞いてる皆さんはもうもうもう頭がね良すぎて困っちゃってるねもう IQ180 ぶっちぎりの人たちばっかだと思うんでまあこんなのはね簡単にね見抜けちゃうと思うんですけどね うん、普通に炭酸水、まあ、自販機でガタンって落ちてくるじゃないですかそれだけでもすすぐ開けるるるとプシュってななの分かかじゃないですかそれなのにそのまんま走りながらランニングしてたんでしょうねランニングしながら炭酸を開けた瞬間にプシューって吹き出してきてベッドベトみたいなねこれ分かるでしょって。 炭酸って振ったら吹き出しますよってね、それも分かんないのってね、思っちゃいますよね。だったらね、YouTube でね、なぜメントスコーラが流行ったのかっていうね、問題も出てきちゃうんでね、ちょっとこの人はまあ稀な人なんですかね、テレビとか YouTube とか何もね、見ない人なのかな、なんかもうランニングを愛する人、うん、それかもう無人島みたいなところに住んでる人なんですかね、無人島住んでたら、あれか、炭酸とか自販機とかないか。 なんでまあ離島ぐらいですか離島に住んでる人なんちょっと離島バカにすぎかこれはすいません本当離島に住んでる皆さん離島はね離島で僕自然好きなんでね結構その自然の豊かさとかね結構空気が澄んでる感じとかね、まあ、動物たちがのびのびしてる感じとかね結構好きですようん葉っぱ葉っぱとかね、まあ、森がね一番生きる瞬間っていうのはね日光が差した瞬間それも分かってますからねうーんちょっと何の弁明なのか分かんなくなっちゃったんですけどねうーんとりあえず あの販売会社にクレーム入れるのだけはやめといた方がいいと思いますよという話でした。はいということで今回もいろんな土下座案件が舞い込んできましたね次回もあなたの土下座案件を期待していますよということで一旦休憩ですはいエンディングも近いということでここで少しお知らせを挟みたいと思います。 今のところこのメールはすべて私ラッコが考えていますがもしラジオメールを送りたいと思った方はコメント欄にラジオメールと送りたい内容を書いてくださいそしてラジオネームが書いてない場合は普通のコメントとしてカウントするので必ずラジオネームを忘れないようにしてくださいそして次回のコーナーは「秋あるある」です こんな木あるあるだなーっていうことをコメント欄に書いてもらえると採用された方は次回のラジオで使いたいと思いますなのでぜひ気軽に送ってきてくださいコメントを待ってますはいエンディングですってことでねまあ8月のね終わりぐらいからかな、うん、結構ねいろんなラジオ聞いてるとね 「君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない」っていうあの歌あの歌がねこう流れることが多くなってそれを耳にする機会がね多くなったんですけどあの曲聴くと本当になんかちょっと夏の終わりなんだって思って悲しくなりますよねあれは結構すごいなと思いましたうん。 なんかあ僕はね今年も別に夏っっっぽいこことを一つもやってこなかったわけですよ別にプールに行くだ海に行くだっていうこともなく別にキャンプとかバーベキューしたわけでもない花火を見たわけでもないなんですけどあの曲を聴くとうわ なんか夏終わっちゃうなーっていうこのちょっと寂しさみたいなのね感じるっていうねこれ不思議なんかもうあの曲聴くだけで僕は今年の夏ねみんなでバーベキューしたよなーとかねなんか男同士で海水浴行ったよなーとかねうーん,なんか仲のいい友達とキャンプしたよなっていうそんな気になりましたねうんなっちゃいますなぜかその架空の思い出が蘇るみたいなねうん <laughs> そんなこと皆さんありません あでも本んにそんな気持ちになるんでねあれは本当に名曲だなって思いましたはいあとやっぱりそのねまあ冒頭に言ったかなその僕やっぱ夏の暑さにやられちゃうんですけど、まあ、9月になってだんだんその夜とかもねなんかもうすごい時とか22度とかまで下がってた時あったんですよでそん時本当にね神だと思いましたね なんかもうまだ開けてるとクーラークーラー以上に冷たいなんか風がこう吹き込んできてめちゃめちゃ過ごしやすくてうわーこれもう続かないかなって思うぐらいそれぐらい最高だったんですけど僕ね結構そのまあいつ季節だといつが好きって聞かれたらまあ春って答えるんですよ。春って答えるんですけど一番あの好きな気温はどいつって聞かれたら あのね秋から冬に変わるちょうどその時変わり際のなんかもう10月ぐらいかな10月ぐらいのちょっとなんかめちゃめちゃヒヤッとちょっと寒いなぐらいちょっと寒いなって言って空気がちょっと乾燥してきてパキッとした寒さそれぐらいのなんか時期だから寒すぎないぐらいそれぐらいのね気温が一番好きです。 うん、なのでね、まあ、9月ぐらいからちょっとその気温を感じられることへの、ね、ワクワク感がちょっと止まらなくなるんですよ毎年、うん、だからね早くその香り目になれと思いますよねでもね9月に入るとやっぱそのさっきも言ったように台風が来るんでちょっと台風乗り切るまではそのねパキッとした気温にならないんで早くね台風来て早く台風されって思ってるんですけどね、うん、皆さんはねどの季節の気温が好きですか、うんまあ、夏のねめめちゃめちゃゃ暑い 気温が好きだぜっていう人もいれば真夏のめちゃめちゃ極寒のねあれが好きなんでたまんないんだよっていう人もいるだろうしねまたはなんかちょっと冬明けてね春に差し掛かるぐらいのちょっと風がね強めでみたいなああいう季節が好きだよっていう人もねまあ10人取れていると思うんですけどねうん皆さんどんな気温が好きなのかちょっとあのコメントで <laughs> 教えてくださいなんで最後片言でなってるのかわからないんですけど はい、<laughs> ということでね、まあ、今回もいっぱい喋ったんでねうん今日はここら辺で終わりたいと思いますということでこのラジオは全国2極ネットでやっております、えー、YouTube とスプーンでやってるんですけど YouTube の方はチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いしますはいということでねうん、まあ、この後ねスプーン限定のアフター特配信も行う予定なので まあそのスプーンのアプリをダウンロードしてない方はスプーンのアプリをダウンロードしてまあこれはねあのー、ツイッターの方でもねあのー、リンク貼っておくのでねめんどくさい方はねその概要欄からツイッターに飛んでツイッターからスプーンのリンクをタップしていただければすぐ聞けると思うんでね是非、あのー、本編で合わせて聞いてもらえればと思います あとね、まあ、インスタもスイーツ毎日投稿やっているんでね、ぜひよかったらまチェックしてみてください。はい、ということでね、まあ次回もまたやると思うんで、また聞いてもらえればなと思います。ということで、じゃいじゃい。